エクセンハウス。みなさんこんにちは、かざまつりかなです。今日はタクから自己紹介をするように言われました。あ、タクっていうのはね、私の幼なじみで名前は宗形たくみっていうの。たくみだからタクなんだよ。タクは私たちが暮らす女子寮の管理人に寮母さん、とにかく私たちのことをお世話してくれてるの。もちろんご飯もタクが手作りしてくれてるんだよ。料理以外にも掃除と洗濯が得意で、あと手先が器用で、服にボタンつけるのが上手でね、家庭科の授業では大活躍だったんだよ。ちょいちょい花ちゃん、もう花ちゃんじゃなくてタクミンの紹介になってるから。あれ、そう？それじゃあタクの自己紹介に変える？それもいいかな。それじゃあ、タクがスケッチブック持ってる。真面目に自己紹介を、だって。仕方ないね。それじゃあ花ちゃんのことを根掘り葉掘りまるっとまるまるまる裸にしちゃおっか。裸はダメだよ、タクに見せちゃダメって言われてるし。ほら、タクも腕ぐるぐる回してるよ。巻いていこうってことだね。それじゃあ花ちゃん、改めてどうぞ。私はタクの幼なじみでね、生まれた時から一緒にいて、これからもずっと一緒にいるって約束したの。生まれた時は違えども、シス時はってやつだね。桃の園で誓った感じのあれで。桃の園ってエッチー感じするよね。アホなことやってないで、進めてください。あ、タク入ってきちゃっていいの？よくないけど、放っておくといつまで経っても終わらないからだよ。それに後でサラさんが編集するだろうから。この放送はノーカットが売りなのです。わっはっは。それじゃあ花ちゃん、続き続き。はーい。一番最初に覚えたのがタクの顔で、最初に覚えた漢字もタクの名前だったの。手で石を海に投げるって覚え方だよ。青春のバカ野郎ってシチュエーションだよね。カナよりもサラさんの方が目立ってるんで、もう少し控えてください。あーい。それじゃあ花ちゃん、カメラに向かってアピールをどうぞ。アピール？いや、そういうアピールじゃないです。でもごちそうさまです。違うの？ちょっと違うかな。今のだとレイヤーさんに目線くださいって感じだし。ちょっとどころかかなり違うじゃないですか。意気込みだったり夢だったり、一言くれってことだよ。あー、なるほどね。そういうのならあるよ。こういう場面ではこれっていうのは決まってるから。タクは私の嫁。サラさん。いやいや違うし、先輩そんなこと吹き込んでないし。本当に？本当本当。ねえ花ちゃん。そっか。ごめんね、ちょっと間違えてたよ。私はタクの嫁。そう、そっち。そっちでもあっちでもどっちでもない。え、でも将来の夢だし、ちゃんと将来設計はしてるよ。貯金もしてるし。5年先のことよりも、まずは1年後、いや、せめて明日のことを考えてくれ。おお、先輩とは逆だね。明日のことより今日のことだもん。サラさんはもっと先のことを考えてください。おお、それじゃあ私とサラちゃんを足せばちょうどいいんじゃないかな。足して割らなければな。ってことは先輩と花ちゃんのいいとこ取り。身長は先輩サイズで低燃費、高性能で胸のサイズは花ちゃんの。つまりナナッチが最強ってことに。ナナちゃん可愛いもんね。あれ、それじゃあその反対のツバちゃんは？ツバちゃんは我ら四天王の中でも最弱の存在よ。後で叱られますよ。いやー、ツバちゃんにじとっと見られるのも好きだったり。あー、わかるわかる。目が合うと嬉しくなるよね。でもツバキちゃんってかっこよかったり、ちょっと慌てたりして綺麗でかっ
こいいけどすごくかわいいよね。あれ、やっぱり椿ちゃんってすごいんじゃないかな。どんだけ極上だ。それぞれに長所があるんですから比べなくてもいいと思いますけどね。当たり障りのないコメントはいらないんだよ、たくみ。そんなつもりはありませんが、みんないいところがあるっていうのは本心ですし。もういい、たくってば。そんなに褒められると照れるよ。そこまで褒めたつもりはない。じゃあ少しは褒めてくれたの。カナにはカナのいいところがあるよ。例えば、綺麗に自己紹介をまとめられるところとか。そうかな。あ、以上、風祭りカナの自己紹介でした。ハナちゃんのいいところは伝わったと思うよ。あと、タクミンが手慣れてるってところも。人聞きが悪いですよ。タク、サラちゃん、早くしないとダメだよ。順番が詰まってるんだから。次はツバキちゃんの出番でしょ。あ、でも私カメラ使えないから、タクがツバキちゃんを撮ってあげてね。わかってるよ。うんうん、頑張りたまえ。というわけでこうだよ。恋する気持ちの花言葉、2014年2月28日発売予定。